ウィンドウマネージャータイル型ウィンドウマネージャイオン、ウィンドウマネージャー。画面が3つのタイルに分割されている。タイル型ウィンドウマネージャは、ウィンドウマネージャの一種で、画面を互いに、オーバーラップしない領域に分割して、ウィンドウを表示する。デスクトップメタファーを完全に実現するためにウィンドウ、などのオブジェクトのオーバーラップを許す、より一般的な座標ベースの技法とは、正反対である。 最初のビットマップディスプレイを使ったグラフィカルユーザーインターフェースはタイル型ではなかったが、その直後にタイル型ウィンドウマネージャーが登場した。最初のゼロックススターシステムではアプリケーションのウィンドウはタイル型だがダイアログボックスやプロパティウィンドウだけオーバーラップを許していた。その後、ゼロックスのパロアルト研究所が開発したシダーが初めて完全なタイル型ウィンドウマネージャーを ウィンドウシステムに採用している。1983年に登場したアンドリュープロジェクトのウィンドウマネージャは完全なタイル型ウィンドウマネージャを採用している。マイクロソフトのウィンドウズ1.0もタイル型だった。1986年にはデジタルリサーチの GEM2.0 が登場。CPM 上のウィンドウシステムであり、デフォルトではタイル型だった。 初期のタイル型ウィンドウマネージャの一つであるシーメンスの RTL はタイル型ウィンドウマネージャの教科書的な例であり、ウィンドウのサイズ変更、配置、並び順アイコン化などを自動化するアルゴリズムを搭載していた。RTL は X11R2 及び R3 で動作し、主にシーメンスのシステムで使われた。その機能を紹介した宣伝用ビデオがある。 Wami で複数の端末ウィンドウを表示したところ DWM タイル型ウィンドウマネージャースクロツム。左側がマスターエリアブルートルは GNOME デスクトップと組み合わせることを目的として設計されている。WMFS で v i m ARCSBET、TICLOCK、NCMPCPP を開いたところ X ウィンドウシステムではウィンドウマネージャーは ウィンドウシステム本体とは別のプログラムである。X 自身はウィンドウ管理手法を定めておらず、現在の X11 は明示的にタイル型ウィンドウマネージャも選択肢として言及している。初めて自動配置、サイズ変更を採用したタイル型ウィンドウマネージャはシーメンスの RTL だった。ほぼ同時期のタイル型ウィンドウマネージャとして IBM の学術情報システム部門が開発した。 ケンブリッジウィンドウマネージャーがある。2000年には、ラースワムとイオンの最初のバージョンがリリースされた。X 上のタイル型ウィンドウマネージャー一覧ウィンドウを左右に並べて表示ウィンドウを上下に並べて表示。マイクロソフトウィンドウズは、そもそも前述の X ウィンドウシステムのように、ウィンドウマネージャーが独立したウィンドウシステムを採用しておらず、ユーザー自身が自由に、 ウィンドウマネージャーを選択して用いる文化が乏しい。ベンダー提供としては、Windows 95から Window マネージャーを含んでおり、デフォルトではスタック型 Window マネージャーでありながら、オプションで簡単なタイル型 Window マネージャーのように動作させることもできる。なお、Windows 8では、Metro UI にタイル型のインターフェースが採用されており、基本的なタイル型 Window マネージャーが搭載されている。 最初のバージョンはタイル型ウィンドウマネージャーを採用していた。これはアップルがジロックスパークで見た暫定ダイナブック環境を模して作ったオーバーラップ式のデスクトップメタファーをあえて避けたとする説もあるが、それよりは同じくジロックスパークで開発された前述の通り初めて完全なタイル型ウィンドウを採用したシダーをデザイン上の参考にした結果と考える方が自然である。 しかしユーザーの不満が多かったため次のバージョンでは通常のデスクトップメタファーを採用その後のバージョンではデフォルトがスタック型となっているサードパーティーによるアドオン Windows により宣伝されたタイル型機能を追加するサードパーティー製プログラムがあり他の OS 上のタイル型 Window マネージャーとほぼ同等の機能を提供しているが厳密には Window マネージャーそのものでなく Windows の OS 的な制約に対する拡張がほとんどである。Window マネージャーがタイル型でなくても、アプリケーションがタイル型のような表示をすることはよくある。例えば、電子メールクライアント、統合開発環境、ウェブブラウザのサイドバー、Microsoft Office のコンテキストヘルプなどである。さらに HTML のフレームは、マークアップ言語によるタイル型表示の実装と見る。 こともできる。タイル型ウィンドウマネージャーはそういった有用性をデスクトップ上の複数のアプリケーションにまで拡張したものという見方もできる。タブを使ったインターフェースはタイル型表示との相性がよく同じ機能のウィンドウを画面上に複数同時に表示するのを防ぐことができる。ありがとうございます。